え皆さん、天才マックスの世界どになりましひと事じゃないなと思って見てましたね、僕は、ね。<laughs> あんまりこの頃から成長してないんですが、はいえーまあ、要するにこの映画はウェス・アンダーソン自身なんですね、学校もそうだし、それでウェス・アンダーソンってあの最近はですね、まあ、赤ペンしかねえよ、あれ、えっと、あいや、黒ペンで、はい、最近、すごいおしゃになっちゃってるんですね、ウェス・アンダーソンとか、マスコミとか出るときね。 もう世界的に有名だからこうなんていうかロン毛でさこんなこんなか感じのこんな感じなんですよねなんかいつもスーツ着ててベサンダーソンってねで僕インタビューの時に天才マックスのあたりでインタビューした時があってその時はどうだったかっていうとあのこんな感じだったんですよ。<laughs> 全然違うんでレイシックしてやんの。 で髪の毛もなんていうかあのストレートパーマーかけて辻人生化してますけど <laughs> どういうことなんだと思ったけどもともとはだって本当にマックスとそっくりだったんですよあった頃は。で要すすするに自分なんですよもうあのだから何度も繰り返しますが 大人分かってくれない中でその、えー、不良少年不良でもないな勉強できない少年を演じるジャンピエール・レオ君はそのこの映画の監督のフランス・ワトリフォーの分身であってで要するにこの中で自分っていうものをフランス・ワトリフォーが表現するときに、えー、ジャンピエール・レオを使ったんですけどもこのラッシモアにおいてはジェイソン・シュワーズマン扮するマックスはウェスアンダーソン自身なんですね、はい、実際にその演劇とかをやっぱりマックスみたいにやってたらしいです。はい でまあ、そういう現象って何ていうのかな、まあ、分身系ですねだからスピルバーグが初期の頃は、えー、リチャード・ドレイファスが彼の分身だったりしたんですけども今そういうことをやってる映画監督っていうのはあんまりいないですねウェス・アンダーソンがこの後辞めちゃいましたけども、まあ、こうそういうものなんですね、はい、でだから彼自身の,そのいろんな気持ちがこの映画の中に出てて非常にこう泣けるんですけども具体的にはどういうことかというと居場所がない感じなんですよねどうも居場所がないよと。 でその理由っていうのはだんだん明らかになってくるっていう映画なんですねこの,理由は、えー、この映画は。で最初はその、えー、オリビア・ウィリアムスふんするその、まあ、美しい女教師に、まあ、恋をするんですけどもこの恋っていうのは一体本当の恋なのかどうかってことはだんだん正体が明らかになってくるんですけども彼はそのお母さんを亡くしてでお母さんが亡くなったってことから。 立ち直れなかかっったんんだとこてるですよそれで何度もお墓に行くしそ彼はそのいつもタイプライターを使ってるんですけどパソコンがある時代なのにでそのタイプライターは実はその母親の形見、えー、だったという話があってで最,後の最後にその、えー、お芝居を上演する時にお母さんに捧げますということでその母親っていうものを乗り越えていくとでもう母親の死を乗り越えて大人になるんだっていう話になってるんですねこの映画自体は。でそれは同時にそのオリリビア・ウィリアウムス演じるその 女教師がその自分の亡くなったその旦那のことを振り切っていくということにもなっていてその芝居とかそのえマックスとの出会いを通して彼女はそこを乗り越えていくしビル・マーレ自身はこれで彼女とあの大人の関係になってですね離婚されちゃうんですけどもそれ彼自身は別に好きじゃなかった奥さんとそのなんて形だけの,その息子たち家族関係というものを乗り越えていって生まれ変わっていくんですね。ビルマーレが最初大企業の おっさんだからあの企業だからの社長だから結構大人かと思うと実は彼は子供なんだということが分かってきて精神年齢的にはそのマックスと同じということが描かれていくるわけですよ。で途中で2人でもって嫌がらせ合戦をしていくと精神年齢同じなんだけどもこれは逆にビル・マーレーからすると若返ったんですよ彼と出会うことによってもう1回生まれ変わったんですよ少年に。で彼自身は、えー、マックス自身はこの戦いを通して大人になったんですねすごくいい話ですよね。 でえーまあ、それは政府なんかちょっと彼女は言うんですねあんたたち実は精神年の女じ,じゃないのってことを言うんで分 <laughs> かりやすいんですけども、えー、どうしようもないやつだよとかなんか言ってましたけど。はいえー、で、えーまあ、このね 要するにジェイソン・シュワルズマン演じるマックスというのがとにかく70年代の映画に取り憑かれていてその真似ばっかりして,るっているというセルピコというあのシドニー・ルメットが73年撮ったあの実際の刑事ニューヨークの刑事が、えー、麻薬家の腐敗を、えー、暴こうとしてみんなに嫌われるという、えー、殺されそうになるという話をです、ね、舞台化しているんですけれども、えーまあ、すごいセットで撮ってましたね地下鉄がステ,ステージの上を走っているというすごいセットでしたけど、えー、と要するに、まあ、その子。 70年代の映画をその今の高校生、見てないですよ、それは変わってる人だけなんですよ、ウェイ・サンダースみたいなね、だからもう彼自身のことでしかないんですね、あとこの映画の中では、いろんなネタがありまして、一つ大きなネタとして使われているのは、ハロルドとモードっていう映画があるんですね、これ、少年は二を渡たるっていう日本語タイトル、どうしようもないタイトルついてますけど、これは71年のハル・アスビー監督の映画で、天才少年が出てくるんですよ。 でも世の中がつまんなくてしょうがなくて自殺ばっかり考えてて自殺を繰り返すっていう話なんですね。でその部分はビルマーレの今回のキャラクターと、えー、いろんなことをやる少年ということで最初にですねいろんな自殺のパターンを見せるんですよ。パン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 こう首吊りから毒殺からもういろんな自殺をやってみせるっていうところがコメディになってるんですけどその辺はこの映画の一番頭のいろんな部活をやってみせるところの取り方と非常によく似てます。はい。で一番似てるのはどうでもいいことなんですが、えー、ジェイソンシーワーズマンが あのマックスがこの学ラシュマワ高校の校長室に呼ばれて校長先生の家に呼ばれてその、えー、椅子に座って校長から「お前は成績最低だからもう大学だよ」みたいな話してて、えー、その時の座り方っていうのがこのハロルドとモードの主人公の少年の椅子の座り方と同じなんです <laughs> すごくどうでもいいことなんですけどそういうことをやる監督なんですよパランティーノとかと同じで。ね、で分かかるやつだけ分かっっててくれっつって いう感じなんですけど、えー、で、ハロルドのモードって映画っていうのは、あの音楽がずっとキャットスティーブンスというですね、えー、ミュージシャンの音楽がかかってるんですね、フォークみたいな感じですけど、それはこの映画の中でも三曲かな、二三曲使われてます。だから本当にハロルドのモードに捧げる映画になってますね。で、えー、キャットスティーブンスって言ったらすごくあの変わった人で、いろんな宗教をやった挙句ですね。えー、今 イスラム教徒になってしまったのでアメリカ政府から目をつけられてて、えー、ツアーがなかなかできなくて苦労している人ですけどもすごい変な人、です、ね、ちなみに昔あのビリティスっていうあのエロ映画があったんですがあのあのそれの主演女優のパティ・ダーバンビルと付き合ってて、えー、キャット・スティーブンスさんそれで振られた後ですね、えー、パティ・ダーバンビルが死んじゃったって歌を歌っているというとんでもない心の童貞野郎ですけども。はい でちなみにこのえ映画の中でバッドコートという男の子は自殺に,に取りつかれた少年を演じてますけれども、えー、そのバッドコートはそ,その後ウェス・アンダーソン監督の「えー、ライフ・アクアティック」になんだか全然よくわからない保険会社のおじいさんとして出て,出てますで。なんでこのおじいさんがこの映画に出てるんだろうっていうのはみんなわからないと思うんですけど実はこの「ハロールド・モンド」の主役の少年だったからなんですね。はい えー、ちなみにその少年はこの映画の中で童貞をしている相手は80歳のおばあさんです。はい、<laughs> で、えー、もう一つこの映画の元ネタになっているのはやはりキャット・スティーブンスが音楽をやった映画でやっぱイギリス、ロンドンを舞台にした映画で「総春亭」があるんですで、これはポーランド出身のスコリモフスキーっていう監督が撮った映画なんですけどこれは日本では、ワウワウでやってくださいね、これね。あの <laughs> あのイ,ギあイギリスでリスト版出たからそれやろうよ。<laughs> ね で、えー、映画なんですけど、これは童貞少年がジェーンアッシャーっていう、あの年上のお姉さんに。声をして、追っかけ回すって話なんですよ。もう本当に珍妙な追っかけ回し方をして、その、その彼女は、その彼氏とデートしてるところ、映画館でデートしてると、その。隣に座ったりとか、もうずっと追っかけ続けるという映画です。で、その彼女が、そのなんか。 えー、立て看板実物等身大の縦看板のモデルかなんかをやっていてその縦看板を盗んでいってです、ね、一緒にプールに入って二、えー、人で泳いだりするシーンとかすごくいいシーンがいっぱいあるんですけどその映画もこの映画の元になっているんです追っかけますって年上の女の人をね。ですごく具体的にこのオリビア・ウィリアムスがあんた私とセックスしたいのってすごいことを言うシーンとか出てきてそれは全く同じシーンがこの中にあります。はい、というね映画ばっかり見てんじゃねえよっていうね。<laughs> だから勉強できなないんだなっていうのは非常によくわかるこれ勉強する暇ないわこれっていうね <laughs> こんなに見てたら、ね。という気がしますけども、えっと、音楽でブリティッシュ・インベンションの曲をかけてるんですけども、えー、一箇所だけブリティッシュ・インベンションとちょっと違う曲がかかるんですねジョン・レノンの曲がかかるんですよ。でそれが「オオヨコ」っていう歌であのジョン・レノンはソロで歌った歌なんですけどあれはオノヨコさんに向かってもうただあのなんかお風呂入ってても あの,陽子の名前を呼びたくなるよっていうもう本当に単純なラブソングで「王葉子」っていうのがかかった時にそれまでその地獄のどん底まで落ちてたそのえマックスがどん立ち直っていく時にその音楽がかかるんですね。でそれを立ち直るきっかけみたいなのはそのアジア系の女の子まあ中国系ってことになってますけどその女の子が実は自分の身近に一番いたその実は本当は自分が愛すべき人はそこにいたんだってことを見つけた時に彼は立ち直りが始まってくるわけなんですけどもあの女の子は 役は中国系ですけど実際に日本日,日系なんですよ。で日系の彼女との出会いによって母の死というものを乗り越えられずに苦しんでいた少年が立ち直っていくっていうのはジョネレノンレノ自身はそのお母さんが目の前で交通事故で死んでしまって、えー、ジュリアっていうでずっとやさぐれてたんだけどもおのよコと出会って立ち直ったという部分が入ってるんですねこの映画はね。そういう使い方がうまいんですね。はい であと、ですねこの映画のスタイル、映画のスタイルでもう一つ言い忘れたんですけど、ウェサンダーソン映画のスタイルっていうのは、横位置でこう主人公がこ,こうやって歩いて、いくのをカメラをこうやって追っていくっていうシーンが多いんですよね、こう,こうやってね、どの映画にも出てくるんですけどこれが何かっていうと、チャーリー・ブラウンっていうアニメがあるんですよね、スヌーピーの。あれはチャーリー・ブラウンっていうのは、人は真正面から見た姿と真横しかないんですね、その間がないんです、映画。あのこっちから見上げとかですね。 回り込みとかそういういいのないんですね2つの要するにこう向きとこう向き以外は絵がないんですね。で横向きになるとずっとチャーリー・ブラウンをこうやって横向きにこうずっと歩いていくのを追っかけるっていう画面があるんですスヌービーとかね。でそれのカメラワークはウェサンダースはコピーしてて他の映画でも使ってます。であとチャーリー・ブラウンって冬になるとチャーリー・ブラウンって実はすごい寒いところに住んでる人なんですよ。で あのこういう耳当て付きのこういう帽子をかぶるんですよこ,ここのところ耳がフラップになってるやつをねでチャーリー・ブラウンはいつも冬,冬になるとこういう帽子をかぶってるんですけどもこの帽子と全く同じ帽子を、えー、マックスはかぶります、はい、でチャーリー・ブラウンのお父さんっていうのは出てこないんですけどもアニメの中には床屋さんだと言われてるんですっていうのはこのチャーリー・ブラウンの原作者の,あのチャールズ・シューツのお父さんが床屋さんだったんですねでこののマックスの お父さんトーヤさんという設定にしてるんですだチャーリー・ブラウンな感じというのが、えー、テストとして入ってますでもう一つですね、えー、そのウェス・アンダーソン独特のアングルそのこういうふうになってて真ん中に人がいて喋ってるというこれは一体どこから出てきたのかというと実はジョナサン・デミいいう監督がいるんですよ、えー、この人は羊たちの沈黙の監督ですけどもこの人は最初に開発したらしいですね。 まあ、キューブリックもやってますけどキューブリックじゃないって言ってるんですよあのウェサン・ダーソンはも元ネタはジョナサン・デムであるとで、まあ時台の注目を見るとこういうシーンが多いんですけども、えー、その前にですねメルビンとハワードっていう映画を、えー、ジョナサン・デムが撮っててこれが、えー、実在の人物であるハワード・ヒューズっていう大富豪と、えー、なんていうか貧乏な自動車修理工とか石油採掘とかやってる労働者のメルビンっていう、えー、実在の人物が、えー、父とこのような友情を結んだという映画なんですね。 これも元になってます。この天才マックスの世界でで、えー、もう一つ。音楽の使い方と非常に綺麗な色とその何て言うか、mtv みたいな演出みたいなところはジョナサンデムのサムシングワイルドっていう映か見てもらうと分かるんですけど、音楽の使い方と画面の使い方とかはここから影響されてますね。これはあのメラニー・グリフィスとレオリオッタが出てる映画でまげ、あ。あのすごい怖い。何て言うか旦那。 を持つ女の人に恋してしまった男の話にもかかわらずすごいポップな顔面使いになっていてあとどうでもいいのはラストシーンの近くでですねえベトナム戦争のお芝居をしようってことになってそのベトナム戦争のお芝居をするときにそのステージですか爆薬を買うシーンっていうのがあってあの爆薬を買うシーンはあのえーマイケル・マン監督の「ヒート」 っていう映画で、えー、そういう闇のものを、えー、売ってるところにですねバルキルマーとかそのギャングたちがあの物を買いに行くシーンを全くそのままコピーしてます。全然意味ありりません <laughs> ややたいだけってやつですね、はい、で最後の「ベトナム戦争は」はもちろん「地獄の黙示録」が元になってて「地獄の黙示録」は監督はフランシス・コップラで、えー、ジェイソン・ショワーツマンのおじさんですね。と、はい、いうところでこう,こ,うこ,うこういうふうにこう絡み合ってるのが。 この映画でそれはまた綺麗にまとまってて、えー、しかもその全体にはその非常にその心に傷を抱えてしまってしかもこの世の中に生きにくい要するにフラ,フランス語とか好きなやつがテキサスで暮らすっていうのは地獄ですよ、これは <laughs> あのウエスタアンダーソン自身がそうですけどもでウエスタアンダーソン自身は離婚したんですねお,お父さんとお母さん,がお母さんは死んでないですけども生きづらかった彼があのお芝居を作る。 まあ実際彼は映画,作って映画を作ることを通してえ生き方を見つけていくというのとそ,れをそのお芝居を通してそのいろんな自分が傷つけてしまった人とかを全員をなんていうか仲良くさせてお詫びをしてえという結末になって全ての人たちがその彼が作ったえお芝居を見てですねえ心が結ばれていくというですね芸術というものの意味何のために人はそういうものを作るのかということが 非常によくわかる。自分の心の傷を癒したり自分の問題を解決するために芸術を作るとそれによって多くの人が癒されるんだっていうその芸術の意味みたいなものがね、見えてくる映画になってますね。で、まあ、全体としては、まあ「ライ麦畑で捕まえて」が彼の中にあるんでウェス・タンダンスの中にその生きづらい少年その何ていうか大人になりたくないなれないなりたくないっていうところですね。で特にこの中で一番おかしいのは「あの君勉強できないから」って言われたらえっ じゃあ流年ですかって,って留年最高みたいなシーンがあっていつまでも痛い,いですとか言ってるんですけどいつまでも大人になりたくないっていう少年の物語ですねその辺はすごく直接的な引用はないですけれどもすごくサリンジャー的なところがねえある監督で,それでまあこの次に撮った「ロイヤル・テネンバウン」っていう映画はもう完全にサリンジャーの,あのフラニーとゾイィーをまあ元にして作られた話ですけれどもね。はい えー、と,いうところで、ねえー、もうこの映画は彼はそのデビュー前に企画していてで、えー、デビューは実際は違う映画でそのアンソニーのハッピーモーテルっていう映画だったんですけどもそっちよりもこっちが彼にとっては最初の映画になるはずだったんですねだから映画監督にとってその最初の映画っていうのは彼のすべてが詰まっているので、まあ、この映画がもう本当にウェス・アンダーソンのエッセンスだと思います。あの他の監督たちもみんなそそううでですす、ね、スピルバーグ・アンンブリンって映画そうですし あのトリホはやっぱり大人は分かってくれないがそうですし、まあ、最初の映画というのは要するにそのままで人生ずっと積み重ねてきてもん,もんもんとしてきてぐじゅぐじゅ溜まっていたものがベッって出てきたのが最初の映画ですから、まあ、ここにも全部毒も何もかも詰まっているので、まあ、そこをまず見ないことにはその映画監督とかそういうものを論じることはできないなと思います。はい、ということであ大傑作、えー「天才マックスの世界」でした。はいえー、それででは映画塾ままたお会いしましょう はい、じゃああか質問あったら、はいえー、すみませんあの、えー、スタイルのお話に近いもので、はい、多分結構、えー、服とかおしゃれだったりすると思うんですけども、はい、えとこの映画の中で多分あのブリティッシュ・インベーションの影響で、はいはい、多分前半マックスはずっとフレザーを着ていて、はいは他の人は着てないのにとかあったりとか、はいはい、あと今日僕はレッド・ツェッペインの T シャツ着てきたんですけど公立学校に行った はい、にえっ、ー、と友達がてっぺんの T シャツ着て挨拶するのもこれも影響だったりするのかなというのと、<laughs> はい、えー、あとまず、あ、他にも教えていただきたいんですけど最後にあの、はい、緑のスーツだったじゃないですかあれも何か意味があるのかなというふうに思います、ね。コーディロイのコーディロイなですね着てましたねはいはいえそれわからない。な,いな <laughs> ただそうですね。えー まあ、公,公立学校であのレッドセーペンに来てるのは何,何だろうな分からないですけどただ音楽自体をやってるのはあのー、あいいですか、はい、ディーボっていう昔バンドがあってディーボの、えー、マーク・マザーズマークっていうあのリーダーの人がこの音楽全体をやってるんですけどこの人もテキサス出身なんですけどもテキサスのお宅なんですよあのマークっていうのもこういう形ですこういう人です。<laughs> <laughs> あのこういう人にとってはものすごく生きづらいのがテキサスで,で,であのこういうブレザー着てる人とかもすごく居場所がないところですよねそれでてっぺんにのシャツとか着てる人はもうビール飲んでうーっつってま,あまだ生きやすいところですよテキサスは非常にテキサスっぽくないですよねこの世界ねだからそういうところで彼の居場所のなさみたいなものがすごくよくできてると思うんですねブレザーにすることでね。 でその最後の緑の,あのコーディネーションのやつは何だろうと思うんですけどやっぱり赤い鈍調とのコーディネーションでやってるんだと思うんですけどね、はいえー、そうスタイルではなんていうかアメリカっぽくないですね服のセンスが、ね、このあのウェスタンダースはだからもう今、アメリカ住んでないですよね彼ねほとんどヨーロッパ住まいになっちゃってはべきづらいんだと思いますよやっぱりあのバッドワイザー飲んでイエーとか言ってる人たちの <laughs> <laughs> 中では。だからあの ティム・バートンがすごく行きづらくてロ,あのロサンゼルスカリフォルニアで生まれてカリフォルニアだてみんなあのサーフィンやろうぜみたいなところで真っ黒な服着てこうやって,うってやってたらティム・バートンがすごく上がるんですよ最近アウトインタビューとかでどうしたの君みたいな感じになって今まで「うううとか言ってたのは今まで「何僕ティム・バートン」みたいな感じになっててどうしたんだろうと思う彼は今ロンドンに住んでるからなんですよ大好きな大好きな地,あの地獄のロンドンに住んでるから。 ジャック・ザ・リパーとかいてあのロンドン島で首ばんばん切ってたようなところであの住んでるからいやー俺幸せだよって感じになっちゃったんですねでウェス・アンダーソンもパリとかねそういうところ住んで今すごく解放されてると思うんで人間は生まれたところです生まれるのは神様が選んでるから分かんないわけですよでもそこに生まれたからって別にそこを愛する人が何にもないですよねもう好きなところで自分に合うところに行けばいいんですよそれは。本当にこうウェス・アンンダーソンとかね あのティンバートンのことを、あのー、知ると、そういうふうに思いますね。はい。っていう感じで、はい。どうでした?。はい。僕アメリカ好きですけどね。<laughs> <laughs> はい。馬鹿なところがね。<laughs> はい。